第78回マイクロものづくりストリーミング本日も始まりました。本日は、コクラファビットの方から、お送りしております。本日のゲストは、マルソー産業の三浦社長、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。緊張されてますね。本日 の、の申し会も、株式会社 M のミキでございます。ミキさんも緊張されますね。あと声の出演、はい、エンマノの宇都宮です。はい、よろしくお願いします。いつものようにですね、マイクロものづくり最新情報ということで、ご紹介したいと思います。じゃあ、いいですか。はい。まず、ですね、こちら、コタスというですね、ウェブマガジンの方に、今回ちょっと訪問させていただいている、マルソー産業さんとのコラボレーションの記事が、出ております。我々のゼンモのクラウドというものを使ってですね、今回ですね、ギーキーファクトリーというクラウドファンディングサイトをこちらの方でスタート、しますという記事ですので、もしよろしければご覧になってください。URL はこちらの下の方に出ております。はい、あとですね、ゼンモの初、パン工房ですね、こちらの方のプロジェクトが昨日めでたく、サクセスいたしまして、ゴールいたしまして、我々としてはこういった伝統工芸系のものとして初めて、成功いたしました。これからもちょっとねですね、発酵食品系、お醤油とか、お味噌とかそういったものを、どんどんクラウドファンディングしていきたいと思っております。で、今回ですね、こちらの方、北九州の方に我々が来た目的なんですけども、こちら、Geeks という、アイデア掲載サイト、あと Geeky Factory というですね、サイトが、5月に、スタートいたします。で、これに伴って、明日ですね、実は、こちらの、方で講演を私と三浦社長と一緒にですねさせていただきますということで、北九州イノベーションギャラリーというところで、明日時間は何だったかな、13時から行いますので、北九州でもしご覧になっている方がいればぜひご来場いただければと思います。ということで、本編の方に参りたいと思います。すみません、神々で申し訳ございません。神々は、いや、映るんでですね、はい、伝染するもんなんで。まず最初に、我々と、マルソー産業さんの出会いというか、三浦社長との出会いのところ、ちょっとですね、話を聞きたいんですけども、どういうきっかけで我々の方も、知るような形になったんですかね、獲物の方。はい、遡るとすごく、そういう方多いと思うんですけど、はい、クリス・アンダーソンさんの著のメーカーズを一昨年の秋ぐらいかな、そうですね、読んでて、それに関連する、ファブとか、関連本をこう読んでたんですね。でその中で、私のやってる今の現業がですね、日本国内向けもそうなんですけど、アメリカに拠点を持っててですね、その出張が、全米にあってですね、全米で、でその際にその本に出てくる、ファブラボとかですね、あとはあれですね、 3D プリンターの、メーカーであり小売店を持ってるっていうメーカーボットとかですね、そういうのをなるべく出張地に近いところで探して、回ってたんですね、それは興味の範囲でですね、そうしてる中で面白いなと思う気持ち半分、あと、やっぱり本に書いてあるような、
まあ、今までの大量生産方式とかですね、はい、まあ、我々後ほど説明しますけど射出成形をやっている会社なので、はい、まあ、今でもその売れた商品に類似品が出てくるっていう問題に悩まされている中で、はい、これはいつかですね、我々の商品がその場でスキャンされて、うん、プリントされる日がね、うん、来るんじゃないかなというふうに社長としては脅威に感じながらも、うん、動いてるものできたものを見てると、まあ、楽しかったのでですね、うん、ちょっといろいろ調べてみようと、足使って機会があったら、うん、こういうデジタルファブリケーションとかですね、うん、新しいものづくりの潮流に関わる場所に足を運んでみようと思って、たのがきっかけですね。だからアメリカで最初、はい、そういうところに触れて、はい、翻って日本に戻って、はい、日本にもあるじゃないかと、うん、ファブラボっていうものとかですね、はいはい、あと、まあ、デジタル工作機器を備えたコーワーキングスペースみたいなものがありそうだということで、はい、まあ、渋谷とかですね、ファブラボ鎌倉とか筑波も行きましたね、はい、そんな中で我々を知っていただいたのはどういうきっかけだったんですかね。そういうのをこう触れてるとやはりこういろんな、はい、ネット経由でこう、はい、案内来るようになりますよね、いろんなものを登録してると、はい、そしたら去年の5月だったと思いますけど、はい、ファブカフェの入ってるビルで、そっか、まだ1年しか経ってないですね。そうですね、経ってないですね。ロフトワークスさん主催の、はいはい、リアルメーカーズ、うん、その時意味が分からなかったですけど、はい、要は日本の本当に製造業をやってらっしゃるリアルな町工場の人たちを、はい、こうゲストとして招いて、はい、メーカーズを具体的な事例で読み解こうみたいなイベントがあって、うんうん、私はやっぱ九州にベースがあるので、はい、日帰りで行ったんですね、はい、でその後の懇親会の席とかで、まあ私はもう全然一人で申し込んで一人で行ったので、はい、ちょっと寂しい感じで、結構もう皆さん東京の方たちで知り合いでこうグループになってたので、ちょっと一人でこうごそごそっとしながらですね、はい、ただこうみんなの会話が途切れたところで、はい、こう名刺交換とかこうさせてもらってる中で、縁物さん縁物さんっていう名前が出てくるので、謎の名前が、そういう人の名前が出るんだな、人の名前なんだなと思って、はいはい、ですぐネットで調べたらちょうどそれ5月末だったからですね、確か6月ぐらいかな、はい、あ、この会社はこういう講座をやってるんじゃないかということに気づいて、うん、はい、789だったかな、縁物さんの第6期生です ね、 そうですね、募集のタイミングだったので、申し込んだという、いきなりお申し込みが来てはびっくりしました。普通は面談してまあ、それなりの料金いただくもんなんで面談して申し込みいただくんですけど、いきなりネットできたんでびっくりして、それでなんかまず話をしてからの方がいいんじゃないですかということで連絡をしたんですよ。すぐ電話で話せますかって言われて、はい、覚えてますけど、私は今話したような縁物さんを知るに至った経緯をこう話して、うん、でまあ何なんでってことですぐ東京に飛んで、顔合わせしたっていうのが始まりだったんですね。そうですね、コバーでお話をして、そうですね、でまあ講座お申し込みいただいたんですが、まあ、社長はまあいろいろお忙しかったんで代わりに近藤さんっていう担当者ですね、担当の方が、はい、通っていただいて、ただまあ美濃社長も半分ぐらいは当席、はい、一緒に出ていただいて、はい、っていうところからのつながりと、そうですね、ということで、まだ第6期のまあ、卒業生という形でしていただいたんですけども、はい、我々も丸戸産業さんのやってることを全然、まあ、存じ上げなかったので、まあ、どういう会社なのかって調べたら、まあ、版画を作ってるということで、ちょっとこれから御社の今やってることをですね、簡単にご紹介いただければと思うんですけども、はい、はい、ちょっと簡単に1枚でまとめたものなんですけど、はい、まあ一般の方にはピンとこないと思うんですけど、多分日本では自分のご家庭にある、クリーニングに出した衣類、それについているハンガーをよく見ていただくと、多分どのご家庭にも何かしらですね、うちの社名の刻印された商品があると思うんですね。ク
リーニング事業者さんを対象としたプラスチックハンガーのメーカーです。で、日本市場では、50から 60% ぐらいの占有率を持ってます、はい。アメリカにはですね、14年前に進出してまして、そうですね、まだまだ市場占有率は、割り算では2% と見てます。アメリカに進出したきっかけって何かあったんですか？実はですね、私はよくある、はい、2代目社長で、はい、父が創業したんですね、はい。父はその英語が得意なわけでもないし、どちらかというともともと金型メーカー出身のエンジニアであり、まあ、開発型の社長だったんですけど、はい、まあ、おそらくなんですけど、まあ、事業承継のこともやっぱり頭の中にあったんでしょうね。私がもともと大学時代にですね、アメリカに留学した経験もあって、はい、その後大学を出た後も、うん、総合商社に勤めててですね、はい、サラリーマン時代の半分ぐらいを海外で過ごしてたので、うん、一方でその同族企業ではあるんですけど、父と私とか兄弟と、はい、その会社を継ぐつがないって話は、まあ、本人の優しさもあるんでしょうけど、うん、ずっとしたことがなかったんですね。自分のしたいことをしなさいということだったので、うん、ただ興味を持ってほしいと思ったのもきっかけにあるんじゃないかなと、うんうん。まあ、あとはですね、やっぱり日本で39年になるんですけど、うちの会社がプラスチックのいろいろ工夫した、はい、こだわりのある商品で、もともと畳まれてたものとか針金ハンガーにかかってたものを、変えていったっていうのが、これが今目の前にある。あ、そうですね、実際の商品で、多分商品を見せていただきながらご説明いただいた方が分かりやすいのかなと思います、はい。代表的な、代表的ですね、もともと、得意としてたのがですね、はい、これ女性の方は、日本の女性の方は結構馴染みあると思うんですけど、はい、スカートを2つに折ってですね、はい、挟むものなんですね。これが例えば今こういう形してますけど、これ一体成形で横です ね、はい、ですね、こういう形で、はい、ここを押すと閉まると。あ、これを、はい、開けるときはここをプッシュして開けるんですね。これ見えますかね、こうなってて、これをカチッとこうはめると押し丸というものでして、これここにスカートとかを、そうですね、これも一体成形というのがポイントですよね。一体成形で、これは36個取りぐらいだったっけ、うん、ね、で、後処理なし、もう一発で、カメラ検査、ああ、はい、すごい、はい、この ギミックというか、これが結構、そうですね、この辺が得意なところですね。もともとそうですね、はい、ヒンジの特性を使った、はい、こうギミックとかですね、これは一体成形ではないけど、こういうふうに閉じたりとかですね、はいはいはい、こういうのはもともと得意な会社ですね。で、先ほどこの補足の前にいろいろお話を聞いている中で、はい、ハンガーというのは、その輸送コストっていうのは非常に大きいもので、はい、その輸送のためにいろいろ、まあ、工夫しているっていうのが、そうですね、例えば、はい、どうしてもハンガーは致命的にこう三角形に近い形をするので、はい、その例えば商品の我々の段ボールを開けて上から覗くと、はい、隙間だらけですね、空気だらけなんですね、うん、なので、原価とか売価に占める発送運賃っていうのはものすごく高い商品なんですね、はいはい。なので我々は商品の企画を始めるときは、まず想定される段ボールにどう置くかから、どう置けるかから始めるようになってまして、例えば代表的なのが、アメリカでは今では製造設備も持って、向こうで一部生産してアメリカで売ってますけど、まだ日本から輸出している商品もあってですね、こういうアメリカ向けのこう大きい、ハンガーなんですけど、はい、まあ、アメリカ人向けの肩が合衆してる感じですね。そうなんですけど、はい、ちょっとこうこれだけ見るとどう使うのっていう感じなんですけど、はい、輸送上の、まあ、コストを下げるために、うん、ちゃんとこう積み重なるようにですね、作ってるんですね。で、実際お使いになるときにはですね、はい、
ここをこういうふうにしていただいて、あー、ハンガーになると、はい、やっぱりこの肩の部分がこう太くなってるっていうのは、こうなんていうんですかね、その洋服の肩が崩れないため、そうですね、基本的にはあの我々のハンガーに対する考え方は、はい、理想は人体マネキン、まあ、それの対極が平面に押し付けている状態と、その間どこまで経済的合理性とか利便性を考えて、詰めていくかと、まあ、妥協点を上げていくかということでやってますね。こういう構造っていうのは、うん、あの、まあ、設計者さんがこういう知恵を出しながら、まあ、モデリングしていくと思うんですけども、はい、これ自体っていうのは特許を取得されたりとかしてるんですか？そうですね、ほとんどの商品はあの特許を取ることが目的ではないんですけど、必ずあの他にないものと、人に真似されるものにしようと。やはりかなりあの真似されっていうか真似してくるところとかも、そうですね、あの国内でも、アメリカでも、やっぱりヒットすると、類似品が必ず出てきますね。で、まあ、あの知財でほとんどのものは特許、はい、実用新案、はい、衣装、とか取るんですけど、はい、まあ、あのかいくぐって、出てきますね。で、まあ、営業とか開発の人はそういうものが出ると、うん、精神的にはすごく、なんだっていう感じになるんですけど、うんうんうん、私はあの真似されてなんぼかなと思ってて売れた証拠だし、あのまたいいもの、その段階で、うん、うちはもう一個次のいいものの大体開発にかかってて、うん、販売が控えてるっていうふうに持っていけてればいいんじゃないかなと思っててですね、まあ、さっき あのこの商品ですけど、これもこの完成品のまま箱に入れると、うん、おそらく同じ箱の中ではどうでしょう、5分の1も入らないんじゃないかなと思うんですよね。なので、な、はい、こういう工夫をしてます。あの他にもですね、ちょっと長くなるとなんですけど、これこそよくあの、はい、使われるスーツとか、まあ、万能用のズボンもかけれるハンガーですけど、はい、これはもうあのちゃんと競合他社さんが、類似品を出されているんですけど、はい、売れてる証拠なんですけど、はい、まあ、これを、超えようという時に開発したのがこの商品なんですけど、はい、まあ、分かりにくいんですけど、幅が倍あるんですね、あの旧来品と比べると。幅が倍、ああこの 厚みというか、はい、厚みがですね、ここのやっぱり厚みのところっていうのはかなりその服の型崩れというか、そこで影響しますね。影響する、はい、特に長く保管する季節物なんかは、うん、あのクリーニング店さんで、うん、受け取った時から、うんうん、クローゼットの中に寝て着る時までの間にかなり、ね、かなり長いですから、それ、はい、細いのと太いの全然違う。そうですね、まあ、いろいろ、はい、これよりもより良くするターゲット項目はあったんですけど、はいはい、一番あの悩んだのが、うん、普通倍にすると同じ箱には半分しか入りませんよね、はいはい、それをこう工夫してうまくこう重なるようにですね、入り込んで重なるようにと、こう、そうですね、入れ子っていうかこうパチッとこう、そうですね、なる、はい、で、うん、同じものをこの旧来品と比べてみて、はい、同じ数、重ねてもですね、この1商品の半分分しか傘が増えないということで、うん、物流コストを抑えてと、あと、まあ、あの言うときりがないんですけど、非常にマニアックで、うん、はい、旧来品で、まあ、我々、その会社の、まあ、方針として、はい、作って売ってるあのものの責任としてですね、はい、なるべく長く使っていただきたいということで、はい、クリーニング店さんと消費者の循環、はい、回収リユースを進めているんですね。ただその際に衛生上の問題で、やっぱり洗ったりとかですね、ホコリがついてたりとか、そういうことも指導してるんですけど、旧来品はホコリがたまりやすいっていうですね、この溝、例えばですね、この溝にホコリがたまりやすい、はい、でそれをあの一番簡単な方法でいうと、水にこうさらして、うん、乾かしてということをやってたんですけど、うん、これはそれを想定して乾きやすくしたんですね。あの水の逃げ場をですね、各所に作ってて、例えばここに同時に水にこうつけて、うん、こうパッパッってやって置いとくと、こっちの方が乾くのが早いとかですね、うん、
すごい。あとはテストサンプルができた段階で、うん、協力いただいているクリーニング店さんの工場の中で実地テストを何度もやらせていただいて、うん、例えばこういう取り回しがしやすいようにとかですね、うん、実際持った時にそうです。あのなぜかというと作業の方がこうかかっているものをこう取ってこうして、うん、こうしてこうかけてこうかけるとかですね。ああなので重心を調べたりとか、まあこういういわゆるプラスチックの商品ですけど、うん、まず量産に入る前には流動解析もやって、 あといろんな方向で力をデータ上かけてみてどういう反り方をするのかとか、すごく設計とデザイン設計も全部社内でそうですね、はい、やってますね。そこはすごく、うん、マニアックかつ真面目にやってます、ね。うん、工場も別の日に拝見させていただいたんですけど、非常に大きな敷地の中に巨大な成形機が何台もあって24時間稼働で動いているという、はいはいはい、ものすごいこうサイクルタイムというですね、もう生産サイクルタイム短くたくさん作られているんですけど、年間何本ぐらい生産されているんですか？ですね、個数で言ったら2億4000万本ぐらいと。2億、はい、2億4000万本ぐらい。2億だそうです。これ作ってますね。平均でいうと稼働時間から見ると1個あたり2秒で作ってる計算、うん、2秒弱ですね。なので、うん、例えば 3D プリンターが、うん、まあ、10年後20年後、うんうん、かなり高精度でスピードも増してお安くなってという、まあ、脅威に対して、はい、敏感に感じるところはある一方で、うん、機械的に、まあ、3D はやっぱり動かざるを得ないんですから、うんうん、ご家庭版としては2秒で1本ハンガーを作るような装置はちょっと危険なんじゃないかとはちょっと思ってはいますね。そういうその、まあ、本業 の, もうがガチの製造業がなぜこういうまずおしゃれな場所に入居されたりとかしてるのかっていうところで、ちょっとですね、せっかくこのファビットさん、できたばかりのメーカーズスペースなので、ちょっと中をですねざっとこう見て、拝見して回りたいと思いますので、ちょっとカメラさんの方よろしいですかね。準備できたら こちらにいいですか。はい、こちらに、入居をまだされたばかりということで、ちょっとな中もですね拝見できればと思います。シャレオツします。ちょっとこちら中3次元プリンターがあるお部屋をちょっと拝見をできればなと。ここにサンプルが、はい、これものすごい フルカラープリンターですね。そうですね、メーカーボットがあって、比較すれば安いかな。でも多分これ300万円、多分これは1000万クラスだと思うんです。メーカーズの方、ご覧になっているメーカーズの方、ぜひこれを使いたいという方はこちらに来ると漏れなく使えるかもしれないと言います。漏れなく3次元モデルを作らないといけないけど、まあサンプルがありますと。こういう感じのスペースですね。はい、プロデュースされたのがここがコバの作る場の方が、ちょっとこう外の方のザッと見ましょうか。はい、
全部ガラス張りな感じなんですね。そうですね。見えるここにはデゼルハリウッドさんの、はい、入る予定になって、ね、すごい作業しやすそうなシャレオツな、シャレオツこれはフリースペースかな。おー、デザインですね。フリースペースもう少しゆっくり、あ、もうちょっとゆっくりよね。面の水が早すぎて目を回すと思うので、はい、かなり広いんですよね。広いですね。でここは厨房スペースというか、はい、なんか入られるんですかね、店が多分食店さんが、はい、うん、まだ入ってないですけど、はい、これかららしいです。こっちの方がなんかライブラリースペースで、そうですね、ここには本がいろいろありますけど、この本はあれですね、本を持ってきてくれた人は確か会員のメンバーフィーが少しあれですね、そういうこちらが用意したんではなくて利用者たちが持ち込むという形式にしていますね。ぜひマイクロモノ作りを、あ、マイクロモノ作り置いちゃいますか、勝手に。これ我々もコーバライブラリーというところをよく使ってるんですけど、そのつくるばさんというところがプロデュースされて、お願いします。イベントスペースですね。あ、イベントスペース広いですね。多分いろいろこうメーカーズスペースというかそういうのを北九州ともいろいろこう探されてたと思うんですけど、なぜここに入居されたされようと決められたのかっていう。そうですね、やっぱり市を挙げてですね、この場を盛り上げていこうという、これ企画なのでですね、ぜひ、まあ、最初こうまだねできたばっかりなんですけど、我々が入ることで賑やかさがね出て人が集まればというのが一つと、やっぱり我々の会社の中でいろんなアイデア会議をやったりとかしても、やっぱり場に影響されるのがですね、あるねっていうのが気分が変わるっていうのがあって、そういう意味でもここを、まあ、分室としてですね、交通も非常に便利がいいんで、まあそうですね、もう徒歩なんで、入ってみようと思いましたね。やっぱ近藤さん、ここだとアイデア出ますか？そうですね、はい、出ると思います。まだ出してないですけど本当に出ると思います。だそうです。まあ環境はすごくいいですよね、本当に。ハンモックとかあったりとか。そうですね。東京でこのスペースはなかなかないですから。ないですよね。北九州に来た方ね、ぜひここ。はい、ご利用いただくとよろしいんじゃないでしょうか。よろしいですね。多分マルソ産業の誰かいますんで。いや、いいような、これなんかすごいおしゃれな感じですね。こう木の使い方がいいですよね、あとガラスと、はい、常にこうできたものが、あ、ハンガーが、あ、ハンガーはあれは弊社のではないですね。ハンガーはぜひマルソーさんの、はい、使っていただきたいと思います。着崩れしないハンガー、はい、あ、ここから、はい、はい、はい、すいません。
ス張りのとこがいいですね。そうなんですね。開放感があって。あのギークスとギーキーファクトリーのことについてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、あのまあギークスっていうあの日本あの英語でなかなか聞き慣れない、言葉でもあるんですけど、これはどういう意味ですか、ギークスという。ですね、はい、まあ、いろいろ過去、はい、あのネガティブなイメージで使われてたような言葉でもあるみたいなんですけど、はい、今は比較的ポジティブにですね、はい、あの電子工学系オタクみたいなですね、はい、ニュアンスじゃないかなと、はい、まあ、あの我々がこうアメリカで、こういう事業をやりたいんだけどと、こういうネーミングどうというのも、聞きながら、まあ、そんなに違和感のない、はい、かつ、まあ、日本人の我々からすると、かっこいいっていうかですね、うん、そんなイメージで決めましたね。これも社員たち一緒になってあの考えて。これどういうサイトなんですか、そのギークスというものが。ですね、はい、ちょっとテストサイト、はい、こういう、これがまああのフロント、あ、その中のこれがフロントでして、はいはいはい、まあ、これ要はですね、はい、我々がメーカーズという本をきっかけに、はい、アメリカの、まあ、特に我々の会社の拠点のある、はい、ロサンゼルス周辺でですね、メーカースペースとか、はい、ハッカースペースとか呼ばれるような地域も回ってみようということで、はい、アメリカの社員中心にですね、まあ、とにかくアポなんかもなかなか取れないので、うん、まあ興味を持ってですね訪問している中で、はい、いやデジタル工作機器がですね、うん、もっとこう伝統的な工作機械を備えてですね、うん、そこにメンバーとして集まってですね、はい、まあ、自分の作りたいものを作るという人たちがやっぱりアメリカにおいてはですねすごく多いんだなということに、うん、まあ、驚きかつやっぱり行くと興奮するんですね、楽しいんですね、うんうん、まあ、ソフトウェアとかだと、うん、コーワーキングスペースで働いてもみんなパソコンに向かってこうずっと何人もが黙々とやってるような雰囲気があるんですけど、まあ、ハードウェア系のところは結構みんなワイワイとかですね、うん、音も鳴ってたりですね、そういうものがすごく、うん、楽しいなと思ってですね、うんうん、でこの Geeks っていうサイトは、はい、そういう個人レベルですね、はい、もしくは趣味のレベルまで含めて、まず
アイデアを交流させて楽しもうということを目的としたアイデアの交流サイトですね、アイデアレベルからこう何かを載せてもいいようですね。そうですね、自分の作ったもの、作りたいものとか、はい、まあ、運用しながら、はい、いろいろ見直していかなきゃいけないと思いますけど、はい、まあ、本当に妄想レベル、うん、言葉、うん、ニーズ、うん、まあ、いろんなレベルから一応まあ言葉もそれを取ってもらって、うん、これ携帯にも対応できていますので、スマホにもですね、はい、そこからアップしやすいようにですね、今作っている段階です、うん、それに対して、まあ、閲覧者がですね、まあ、いいねに相当するような、うん、ラブっていうあのクリックがあってですね、それを押すと、はい、ハートが浮かんできてふわーって消えていくようなですね、そんな仕組みになってまして、載せられるのはあの写真とかあと絵とかでもいいんですか？絵でもいいし動画でもいいしですね。あ、動画でもいいです。まあ、これを見てもいろんなレベルの、はい、これはあの 社員たちのアイデアの中で、はい、まあ、いろんなレベルにある、アイデアですね、うん、手書きのものもあれば、はい、まあ、まあ、これエクセルで作ったのかな分かんないけど、はい、とか、はい、まあ、実際試作までいってるものも含めて、いろんな段階で載せてもらって、まあ、これを見ながら、うん、あの何でも言っていいよと、うん、コメントつけていいよと、うん、いうようなサイトにしていきたいなと思ってまして、まあ、このラブがいっぱいこう溜まってきたら、はい、それはなんか次のステップに移れるんですか？あの決まりはないんですけど、やっぱりこの中で、やっぱり世に出したいと思う人が、うん、はい、まあ、その投稿者に限らずですけど我々運営者も含めてみんながやっぱり世の中に出した方がいいんじゃないかというものが、うん、うん、まあ、いつか出てくるんじゃないかと思ってまして、うん、あのそういうふうになったものについてはやはりあの出口を用意しとかなきゃということで、うん、全モノクラウドさんのサービスとちょうど、はい、出口としていいんじゃないかなと思ってですね、そこで次の、はい、ギーキーファクトリーというあのクラウドファンディングサイトにつながるんですね、はい、そうですね、これはもう全モノさんの仕様をカスタマイズさせていただいたもので、はい、今これ載ってるのは全モノさんに載ってる、うん、プロジェクトですね、はい、はい、で、まあ、あの、まあ、全物は、まあ、関東でやっておりますけども、やっぱりこう実際に案件を集めるってかなり大変なんですね。それを例えば九州でいいあのプロジェクトがあったとしても、我々が実際にあの案件を載せるときにほとんど面接してるんです。面談をしてこの人だったら生きれたのなっていう人しか載せないんですね、まあ、要はどれぐらい本当にやりきれる人とか判断するためにはお会いする必要がありますので、それをその九州まで我々行くのも非常に大変ですし、やっぱりこう九州は九州あの松尾産業さんの、まあ、ギーキーファクトリーの方に、まあ、載せていただくことで、まあ、あ、なんですかね、ちゃんと面接のというステップも、クリアした方で、かつそのギッキーファクトリーの方に載ったプロジェクトは全物の方にも同時に掲載されるという形ですね。同時掲載ということで、まあ、あの資金も両方から集めることができるということで、まあ、今回、松尾さんの方にもご採用いただいたんですけども、初めてあのこれあの我々の方から逆に提案をさせていただいた形に なったんですけども、なんかこう提案を初めて聞いただいてどういうふうに感じられましたか？そうですね、実際ものづくりに特化した、はい、クラウドファンディングっていうのは確かに、ツールとしてはですね、まあ、なかった時よりもですね、ぐっとこうあったらいいのにな、でも商品ができないよねっていうようなものが、まあ、商品化できる、うん、世界になってきたなとは思ってはいるんですけど、はい、実際我々製造業をやっていると、はい、こういういわゆるプラスチックの単体のですね、製品を作っていてもですね、まあ、いろんなその開発途中での、まあ、エラーとかですね、はい、まあ、トライを繰り返して克服していってとかですね、またマーケットに出た後も、やっぱりユーザー現場で想定されてなかったいろんなトラブルですね、はい、不具合があってそれを修正するというようなことを日々繰り返してやってきているので、
まあ、そこに投稿する投稿者ではなくてそれを運営するということに関しては、あの非常にあの、まあ、クラウドファンディング数ありますけれども、はい、縁物さんの運営されるものであればという安心感で、決めましたね。はい、だその辺はなんかこう実際に我々があの町工場とつながってリアルにやってる感じをなんか感じていただいた。そうですね、もともと、まあ、過去の経緯をたどって、縁物さんの第6期ですかね、はい、の生徒として、私と社員が参加させていただいて、そこの卒業生の方たちとの交流の場も持て、ネットワークも持てて、はい、まずこうものづくりに対する皆さん、うん、あの当たり前かもしれないけど真面目な人たちがですね、うん、はい、集まっているというのはもうすごく実感してましたし、うん、まあ、やっぱり、縁物の2人のにですね、まあ、日本中の、優良なですね、小さくても、はい、すごく独自の、商品や生産技術を持った、うん、会社さんたちが今後よりですね、こうプラットフォームとして集まってくるんだろうと思ってですね、やはりあの一つのものを作るには、一つのメーカーだけでは成り立たないのでですね、そういう意味では、まあ、全物さん、全物クラウドの、規約上のルールを見ても、我々もそれを踏襲してますけれども、非常に入り口のところで、厳しい慎重な審査をしてと。で、まあ、資金調達が目標に達成したので、通常のクラウドファンディングはゴールとみなして、はい、一つ完結したとみなすんでしょうけれども、はい、やはりものづくりはそこからがスタートっていうのを、はい、よく皆さん関係者理解されてて、はい、ちゃんとその契約の履行ですね、購入型であれば約束した対価、消費商品、はい、サービスを開始するというところまでしっかり面倒見るという姿勢をですね、我々に我々でも、一緒にやっていけるんじゃないかと思って、やりましたね。ありがとうございます。はい、ギークスの方は割とこうふわっとしたアイデアでもいいですよっていうのと、一方ギーキーファクトリーの方はもうガチッとというですね、ある程度もものにしていくっていう、こう2つをこううまくこう、まあ、使い分けながらそのメーカーさんの、まあ、どっちかというと割とふわっとしたアイデアをこうだんだんこう収束させていって、まあまあ、製造業っていうのはやっぱり最後ものに落とし込まないといけないですからね、そこを、まあ、ニキーファクトリーで、実際に、まあ、やっていくと。でその、まあ、背景というか裏側には、こういったこの、ハンガーというきっちりとしたものを作られている松戸産業さんの、まあ、技術的な解釈というのもきちっと入った上で、まあ、やっていくというところで、我々もどんどんですね製造業さんに、まあ、このクラウドファンディングを、まあ、実際に使っていただきたいということ、その第一弾ということでご採用いただいたんですけども、やっぱりいろんな、まあ、クラウドファンディング業者さんがいるんですけど、製造業がやってるっていうのはないわけですよね。はい、まあ、ハードウェアベンチャーみたいなところがやってるのはあるんですけども、はい、ただ彼らは工場持ってないんで、工場を運営してる人がクラウドファンディングやるっていうことがやっぱりメーカー側としても安心、あるいはお金を寄付するようなパトロンの方からも多分安心だと思うので、ぜひ我々と一緒にですね、なんかこう、いい実績を出していければなと思うんですけども、今回の発表とかは、まあ、プレスリリースでされてると思うんですけど、はい、周りの、反応とかっていうのはどうですか、まあ、北九州の、産業界というか、正直言うとですね、はい、アメリカと日本の格差も大きいですけど、はい、東京、まあ、福岡、ここ福岡県ですけど、はい、福岡レベルでもやっぱり情報とかですね、はい、ギャップはかなり大きいですね。まあ、
ガイドファンディングということの言葉自体、馴染みがまだ非常に薄いですね、はい、認知度が低いですね。またまあ、こういう、メーカーズを代表とするような、はい、まあ、デジタルファブリケーションのですね、はい、まあ、革新のスピードの速さとかそういうものはなかなか、肌で感じられてないと思うんですね、うん、ただ確実に私は今のこう日本のメディアとかのですね扱いはちょっとブームじゃないかなと、ブームは追ってる感じになってるんじゃないかなと、いわゆるメーカーズとか、はい、三次元プリンター、はいはい、そこは実際自分たちがそういうものをあえて買ってみて試作に使ってみたりして、まだまだということを実感することで感じるんですけれども、うんうん、ただ技術革新だけは間違いなく、うんうん、アメリカを中心に進んでいくの で、 そうです、まあ、三次元プリンターをとか三次元のモデリングをやってる方たちもこれは何ですかね、もうある種の僕ブームにマスコミがしちゃってるから、もうちょっとそこをトーンを、行き過ぎちゃってちょっとこう抑えめにして、はい、しっかりと根付くものにしていきたいということ で、 で、ね、私のように三次元のキャノンの教室に通ってるんですが、そういうところも、はい、もっと地に足のついた本当のものづくりを目指していきたいというふうには、まあ、そういった方たちもおっしゃっていてですね、やっぱりこう一過性の部分に してはいけないの、はい、いけないんじゃないかなというふうには、まあ、はい、非常に感じますよね。そうですね。で、まあ先ほどから海外の方 の、 メーカーズムーブメントってもいろいろな見聞きされて、いるということだったんですですけども、やっぱり日本と海外のなんか差みたいなのはなんか感じますかね、そのメーカーズムーブメントというか。そうですね、はい、実際にこうメーカーズスペースっていうところを、はい、はい、調べていくと、はい、全米で約200箇所あるということが把握できてまして、はいはい、ちょっとスライドが、はい、すいません、その中で、まあ、はい、我々もいっぱい回ったつもりなんですけど、私も含めてですね、全部で約30箇所を訪問してまして、ね、明日の講演でもその画像を中心に紹介したいと思ってるんですけど、はいはい、まあ、いろんなタイプ、テイストのですね、はい、メーカースペースがあるんですけど、はい、まあ、デザイン系だったり、はい、結構、なんですかね、日曜大工系だったりとか、はい、あとは、まあ、こういうアートとかですね、雑貨系だったりとか、はい、面白いのは私も行きましたけどバイオ系があったりですね、バイオ系、はい、いろんなこういうテスト機器を貸してフラスコとかありますね、そうですね、試験管メンバーたちが、はい、実験テストをしていますね。あと お子様用のグッズやアクセサリーとかですね、はいはい、でそこでまあ実際に利用されている方、これがまあ大体の分布図で、はいはい、やはりシリコンバレー周辺と、はい、もう多分 MIT の影響なんでしょうか、うん、ボストン周辺に結構多く見られると、はい、そこでこう目にするいろんな、これは MIT のキャンパス内なんですけど、はい、やっぱりいろんな工作機器を駆使して、はい、作ったものたちっていうのは、まあ、我々をこうとにかくわけもなく驚かしてくれたり、うん、やっぱりワクワクさせてくれるものがやっぱり多くてですね、うん、これキャンパス内の校舎とかですね、はい、これなんかは、うん、巨大キリンっていうのを作った人がいて、これは MIT の中に、これは違うと思いますね、はいはい、まあ、こういうタミヤのプラモデルに触発されてと、うん、あとはこれある、うん、まあ、初老の方だと思うんですけど、一個人ですけど、はい、まあ、ガラス製じゃなくても、はい、こう乾杯をするとちゃんとカチンと音がするものとか作ったりとか、うん、まあ、これは確か去年のメーカーズフェアかな、はい、こういうカップケーキの、あ、行かれたんですか、自動車なんですかね、うちのアメリカの社員が行ってくれたんですけど、はい、要は印象ですね、まとめた、うん、まとめると、はい、まあ、作りたいとかひらめいたものをまず作ってみると、う
でやっぱり協力者が、うん、周りにいると、でやっぱ作ることを楽しんでるんですね、うん、で売るためにとか考えて想定してアイデアを出すんではなくて、まあいろいろやってる中で、商品にする価値があるものとか、うんうん、まあその技術的にとかロット的に、その可能性のあるものが出てくるんじゃないかなとかいうのが、まあ、我々の方見てきた印象ですね。日本とその違いっていうのはどんなところに、まあ、感覚でいいんですかね。そうですね、アメリカの人たちってやっぱり、はい、人にどう思われるかあんま気にしないという文化がまずあるなと。私もやりたいことをやってる。そうですね、やりたいことをやってるし、うん、まあ社会文化もそういうことを、うん、まあ変わった人とか、うん、変わったことをしてるっていう風なネガティブに見るのではなくて、まあ、割とこう面白がるとか、うん、褒めたたえるですね、うん、そういう土壌はあると思いますね。まあ、地域によっても違うかと思いますけど、うん、やっぱり人と違う個性を表現するっていうことはものすごく日本に比べるとですね、はい、評価される、うん、逆にそれがないと人としてはすごく評価が下がってしまうっていうような文化だと思いますね。なんかその伝統的というか本当にしっかりとした製造業さんが、なんていうの、海外とかこうメーカーズの動きをウォッチして、しかも自分でクラウドファンディングを、まあ、ものづくり系のクラウドファンディングを立ち上げようっていうのこと自体がなんか僕はすごい面白くて、面白いと思っていて、なかなか関東近辺とか東京の周辺の町工場さんとかにも話をしても、ま、いやうちはそこまではみたいな感じなんですけど、なぜか北九州でそれを やっていただける方が出てきて、 すごいね、 なぜなんだろうっていうか、まあ、僕が提案したっていうこともあるんですけど、なぜ受け入れていただいたのかっていうのはすごいね、ある意味その不思議というか感じなんですよね。まあそうですね、一つは、うんうん、我々の会社、特に日本ではですね、はい、非常にクリーニング業界というニッチな業界の中で、はい、かつその中で、ハンガーっていうのさらにニッチな、ね、はい、ものに、設備投資も開発も含めて、まあ、営業もそうですけれども、はい、物流サービスも、一つ、まあ、メーカーとしてのインフラはこう揃ってるんですね、はい、でただ非常に狭いところにこう、うん、真面目にやってるので、うん、なかなかこう、やっぱ出会う情報や刺激やあと、まあ、お取引先様も本当に長く、はい、販売先も仕入れ先様もお付き合いしているので、なかなかこうそれはすごくありがたいんですけど、うん、横に広がりにくいという、まあ、本業の方はね、もうどんどん今も逆にシェアがこう増えてきているような状態っていうふうに伺いましたけど、そうですね、はい、こういう新しいことをやるときこそ本業の、まあ、うん、収益を上げると、うんうん、強化するというふうに今方針取ってますね、うんうんうん、本業 もしっかりこうシェアを上げつつ、あえてこう本業が順調だから今こそ新しいことをやってみるっていう。正直言うとですね、私はもともとサラリーマンで、はい、総合商社で働いててですね、まあ、海外で言うと人生でアメリカ、南アフリカ、インドネシアと住んだことがあってですね、南アフリカ住みました、はい、で出張先とかを入れると多分40カ国ぐらいは行ってるんですね、はい、なのでまあ、父からですね、会社を6年前に引き継いだんですけど、やはり国内だけにこう、エネルギーを傾けると、まあ、少子高齢化の問題もあるし、はい、特にクリーニング業は洋服のカジュアル化の問題で長期的な市場の縮小はですね、まあ、避けられないというふうに、まあ、数年経験、経営しててですね、
もう実感しているので、うん、アメリカに拠点があることもあって、まあ、そちらを注力しようということで、うん、アメリカの方も業績は良くなってきているんですけれども、うん、あのその中で、まあ、読んでた本とかそのこの仕事をやってたおかげで、その場に行けてで、ついでに触れてきた、うんうん、自分のアメリカでのですね、うん、メーカースペースとかファブラボとかのですね、はい、まあワクワクとかね、刺激をですね、まあ我々あの、毎月1回全社会議ということで、はい、社内の会社のから社員義務として業績報告をしたり、はい、まあ、各部署の代表者が今の進捗を報告する会があるんですけど、はい、そういう時に、一度ですね去年の5月ぐらいだったと思うんですけど、まあ、自分が触れてきたものを紹介する会を作ったんですね、はい、でそれも、興味のある人だけと皆さんあのうちの社員各仕事で担当で忙しいんですけどほぼどうでしょうほとんどの社員がその説明会には来てくれて、はい、で私としてはこれどういう事業につなげようかとかいうのはその時点では固めてはなかったんですけれども、はい、まず見てきたこと感じたことを共有させてもらって、うん、その中であのやはり未来に備えるために、うん、かつ自分たちの現業に、プラスに働くかつ社員の能力やスキルですね、もしくはやる気、の向上につながるような、はい勉強をみんなでしようっていう提案をしたんですね、はい例えば 3DCAD のソフトを操る技能っていうのは今まで開発部の人間しか、はい、できなかったんですけど、受けたい人は、部署を問わず、事務担当でもいいので、はい仕事を超えて好きだと思ったら興味があったら手を挙げてくださいと、うん、3DCAD をソリッドワークスですね。あと二次元でイラストレーター、フォトショップ、あとウェブデザインの基礎ですね。あとこれも、これら全部市に協力していただいて、北九州市のですね、そういう職業訓練校的なセンターが複数箇所あるんですけど、はい、そういうところが本当に我々の要望に応じてカスタムメイドしてくださって、授業をですね、かつ一人当たりでいうとちょっとあの一般でいうと信じられないぐらい、良心的なコストでですねやってくださってであと英会話身につけておいてほしいということで、うん、アメリカの拠点のそばの、カレッジに協力いただいて語学研修させていただいたりとかですね、まあ、私の方からメニューを提案したところ、うん延べでいうとですね、はい、社員半分以上が手を挙げてくださって、うんうんまあ、それが個々の、うん私から見た それぞれの社員たちが、はいこんなことに興味があったのって意外と思う、うん、感じるような、うんケースがあったんですね、うん私はどちらかというと例えばこの事務をやってる女性は、はいイラストレーターがいいんじゃないのとか思ってたら、はい、3DCAD が一番強かったとかですねでつくづく、あうちの会社の社員っていろんなレベルでですね、はいまあ、工作イラストとかも含めてものづくりが好きなんだなと実感して確認したんですね、うん、でそこの人材に、投資する、みんなのやる気を出すスキルを上げると、はいいうことに資する方向に進んでいく分には、うんいいんじゃないかと思ってですね、うんうんいろいろ新しい活動をされていると、ね、まずは社内で、うんまあ、いわゆるアイデアソンとか発電会議とか呼ばれているアイデアをこう出すような、会議をやったり、うんまあ、あと社内の中で、あえてこうオープンスペースの中で、デスクトップ型のデジタル工作機器を買って、はいそれを何かに使ってみようとかですねでそこの掲示板に思いついたアイデアニーズを貼っていこうとかですね、うん、それ社内活動を始めたんですね、そんな時に、うんまあ、ちょうど昨年の年末だったと思いますけど、はい縁物さん来社いただいて、一つもう一個卒業生から踏み込んだ提携しませんかということで、全物クラウドの導入は、
お話あってですね、はい、で私は社内でこう醸成しつつあるかつアメリカでは機会があったらとにかくメーカーフェアやメーカースペースに行ってみようということを繰り返してたので、はい、外に向けて、こういう活動を発信した方が、まあ、出口としてのクラウドファンディングっていうのをそうですね、はい、作ることを決断されたんですね。そうですね。で同時に、やっぱりそのアメリカのメーカーたちの、はい、見てるだけでワクワクさせてくれるアイデアをですね、日本と共有したら、うん、まあ、ポジティブなことが起きるんじゃないかと、うんうん、特にあの日本の、日本人のアイデアが貧困とは言わないですけど、やっぱり強みでいうと日本の強みは、うん、本当に真面目で緻密な、はい、製造業にあると思っているので、そこがうまくこう、橋渡しができれば、まあ、それを運営する我々にとってもですね、まあ、勉強になるしですね、今までの今日現業だけでは出会えなかった人や工場やアイデアに触れることによって、まあ、自分たちが将来的にですね、たとえ、まあ、何十年後か本当に想像つきませんけど、うん、射出成形の大量生産がいらなくなったという時でも、うん、まあ、アイデアとか発想とか開発デザイン型の組織としてですね、楽しく仕事ができるんじゃないかと思ってですね、今回、はなはだあの恥ずかしいんですけど外に向けてやっぱりある事業として発信することで、本当の意味で会社の成長にですねつながるんじゃないかと思って、なるほど、取り組んでます。あ、ありがとうございます。であのちょっと本当はいろいろもうちょっとお話を聞きたいんですけども、最後ですね、あのちょっと時間の関係がありまして、一番最後皆さんにちょっとお伺いしているのが、あの日本のものづくりの未来についての、まあ、考え思いみたいのを、まあ、大冗談にあの無責任に語っていただくというのがあの最後の質問なんですけども、思うところはですね、はいはい、当然のことながらですね、自分が人生の選択肢の中で、はい、父の作ったこの中小製造業ですね、はい、会社を継ぐか継がないかという、まあ当然悩んだんですけど、うん、やはり、まあ、子供の時父の背中を見てたこともあって、家であのよくハンダゴテとか使って切削してたりとかですね、うん、やっぱりどうでしょう、我々、私昭和45年生まれですけど、はい、手先を器用にっていう文化あったと思うんですよね。そうですね。で、まあ、ありものを買う前に、うん、自分で作ってみようという文化は日本にはあったし、大事に直しながら作っていこうっていうのがあったので、まあ、ものづくりに対して私の世代なんかはやっぱり、まあ、センチメンタルなこう、うん、ありますよね。ありますよね。はい、でやはり日本が今一応ですね平和でですね、安定した経済情勢にあると、はい、他国に比べればですね、というのはやっぱり製造業が支えてきたという歴史認識があるので、はい、ぜひこれをですね、支えていきたいっていうのは思いがありますね、うんうん、一方現状は悲観的な状況現実が業界によってはやっぱりあって、もともとあった あれですね、ブランドを持った最終アセンブリングメーカーがある業界では競争力を失って、はい、そこに連なっていた裾野の産業が、困っていると。これを横口のプラットフォームがですね、はい、できることで、そこに日米問わず個人法人問わずいいアイデアが混ざればですね、うん、いいものが世にでき生み出せるですね、仕組みが来てほしいなと思っています。まあ、多分来てほしいというか、ご自身で生み出すというんですよね、今回の。そうですね、そこに関わっていきたいということです ね、主体的にですね、はい、どうもありがとうございます。お忙しい中お時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。
ちょっとですね、引き続き最後我々の告知の方だけ、させていただければと思います。告知、今回、ゲスト出演いただきました丸蔵産業の、皆様です。こちら、Facebook のリンクが貼っておりますので、もしお友達になりたい方は、それ会社のホームページ、あ、会社のホームページですね、はい、メッセージを添えてですね、はい、お友達になりたいということでご連絡ください。この写真がかなり見つめています はい、見つめたで。次回ですね、次回のゲストは5月2日、株式会社長田工業所、こちらの小林さん、これは福井の会社さんで、我々の北陸支部の支部長も務めてらっしゃる方です、こちらの方、非常に面白い、ユニークな、鉄工場を運営しておりますので、お話を聞きたいと思います。はい、で我々ゼンスクールというものをやっております。これはメーカーズであっている町工場さんが自社商品を開発するという、ものですけども、これ第7期生、が、確定いたしまして5月からスタートいたします。もし、まだ参加したいという方はこちらの方から、ご連絡をいただければと思います。はい、まあ、このような内容になっております。で、我々はマイクロモノづくりというですね、マイクロモノづくりを始めようという本も出版しております。もしよければ、お手に取ってください。で、我々この番組ですね、手弁当で、いつもやっておりますので、もしスポンサーをされたいという方は、ぜひご連絡を、いただければということで、本日は、小倉の、ファビットの方からですね、丸蔵産業の社長をお招きして三浦社長をお招きして、お送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも